こんにちは、かおりです。お友達がエシレバターを買ってくれたので、これを使って今日はタルトタタンを作りたいと思います。タルトタタンといえばロワールの京都料理なので、本当はロワールのワインを合わせたかったんですけど、ちょっと買い忘れてしまいまして、代わりに今日はお家にあった長野県のグレープジュースを飲みます。山ぶどう、乾杯。濃厚でチャーミングで美味しいです。じゃあこれはこれで楽しみながら、じゃあ早速作っていきます。まずはタルト生地を作っていきます。薄力粉を入れて、あとバターは半分 50g 入れます。お塩を少々、これをフードプロセッサーにかけます。これに卵黄と水を混ぜたものを加えます。でまとまるまで混ぜる。ルトタタンってなんかただのお菓子なのに、なんでロワールの郷土料理なんだろうって思ったことないですか？私なんかちょっと別にどこでも作れんじゃんとか思って、なんかタルトタタンができた場所がホテルタタン、日本語で言うとホテルタタンっていうところで、生まれたお菓子だからみたいです。そのホテルタタンがあるのがロワールなんですって。だからロワールの郷土料理だそうです。ロワールってフランスの庭って言われてるくらい、すごく風光明媚な景色が特徴なんですよね。ロワール地方ってGoogle で調べるとすっごい綺麗な川辺の古いお城の写真とかがいっぱい出てきて、見てるだけですごい楽しいです。ホテルタタンがある場所がロワール地方のオルレアンっていうところから、ちょっともうちょっと南に行ったところにあるんですけど、ロワール川とシェール川の間くらいにあるんですよね。ちょっとロワール川だと思うんですけど、森林と川とがすごくあるところなので、風景が綺麗なだけじゃなくて果物とか野菜とかそういったものもすごく豊かに取れる地域なんですって。だからリンゴが取れたのかなと思います。リンゴに限らずいろんな果物とかがたくさん取れたっていうことなのかなとも思うんですけどね。やっとまとまってきた。まとまってきたかな。もう暑い。だいたい混ざりましたか。こんなもんか。じゃん。これで1時間お休みしてもらいます。生地を寝かせてる間にリンゴを剥いていきます。リンゴは今これ 200g もないくらいのものを10個用意してます。めちゃめちゃ重くて、多分会社帰り、いかにも会社帰りのなんか OL がこんな大量にリンゴを買ってって頭狂ってんじゃないかって思ってわれたのに違いないと思います。本当だったら日本のリンゴを使って作りたかったんですけど、残念ながら今全然時期じゃないみたいで日本のリンゴがございませんでした。代わりに買ったのがこのジャズっていう、ジャズニュージーランドのリンゴみたいです。日本のリンゴがちょうど出回ってない時に出回るそうなんですけど、私初めて見ました。ジャズって今までこんな時期にリンゴそもそも買おうと思ったことないからかもしれないけど、ニュージーランド産です。
れを4等分していきます。レシピにリンゴを選ぶコツも書いてあって、なるべく酸味の高いものを選ぶようにと書いてありました。なんで酸味のあるリンゴなのかなって思ったんですけど、多分その本場のタルトタタンに近づけるためなのかなと思います。ロワールのリンゴは食べたことがないんですけど、ロワール地方ってフランスの中でも結構北の方に位置してるんですよね。で北緯でいうと47とか 47.5 度とか、日本でリンゴが有名な県といえばもちろん青森県だと思うんですけど、青森県は北緯でいうと40度です。ぶどうで考えてもそうなんですけど、緯度が高いっていうことは、日差しが少なかったりとかして、果物が十分に育たないんですよね、きっと。なのでちょっと酸味の強い果物になるんだと思います。ぶどうもそうですよね。北の方がちょっと若々しいような感じのブドウになると思うんですけど、おそらくリンゴのそれと一緒でちょっと北の方が酸味が強くなるんじゃないかなと思います。近い AOC とかないかなと思って地図で探してみたんですけど、ドンピシャのところはなかったですね。ボルデアのちょっと南って感じなので、ルイとかよりはもうちょっと全然来たっていう感じでした。ワール川でいうと結構上流の方なんですよね。果てしない。この時点でタルトタタンは家で作るのには向いてないっていうことが分かりました。軽い気持ちでタルトタタン2ブローとか思っちゃいけなかった。めっちゃ大変です。美味しい。ここからですね、リンゴを煮ていきます。お鍋2個、ちょっとなるべく大きめなのを用意しました。でリンゴをこんな感じで、なんだかめちゃめちゃにすごい量が入ってます。ここに、砂糖を 90g、 それぞれ入れて、バターは 30g ずつ、入れました。これで火にかけていきます。こんな感じで10分から15分煮ます。少しいい色になってきたので混ぜ返します。そんなにでもキャラメルっぽい色にはなってないけど、あ、結構見てこれとか柔らかい。最初はめちゃくちゃ山盛りだったのが結構収まるようになりました。リンゴをもうちょっと煮る間に生地を伸ばしたいんですが、うちには綿棒がなかったのでちょっと人力で伸ばしていきます。直径約20センチ、厚さ3ミリになるようにとのことです。
ロワール地方は川とかね、森に囲まれてて、野菜とかね、果物がよく取れるみたいなことを言いましたけど、もうちょっと西の方に行くと、カルバドスとか作ってるところもあります。この方か。これでまた冷蔵庫でお休みしていただきます。かなりいい感じだったので火を止めました。なんか汁が濃いな。なんかあんまりキャラメルっぽい色になってないのがちょっと気になる。煮汁ごと型に流し込んでいきます。こんなにたくさん入るのかな。こんな感じになりました。では実際に食べてみようと思います。いただきます。結構ピンク色。うん、甘い。すっごい甘いんですけど、グラニュー糖のちょっとさっぱりとした甘みです。リンゴの爽やかな酸味も感じられます。タルトタタンに合わせるワインはブーブレの甘口モアルーです。ブーブレはロワール地方の中でもトゥーレーヌ地区という場所にあります。タルトタタンが生まれたホテルタタンからは西に100キロほど行ったところにあります。 AOC としての生産可能色は白のみでシュナンバランから作られます。甘口から辛口、そしてスパークリングまでいろんな白を作っています。ブーブレーという場所ってちょっと面白くて、大陸性気候と海洋性気候が交わる場所だそうです。つまり毎年の気候変動が大きいところといえます。なのでブドウの成熟度が高い、つまりよく熟した時にはタルトタタンに合うような甘口の白ワインを作ります。逆にブドウの熟度が低くて少し酸味のあるブドウに仕上がった場合には辛口だったりスパークリングにしたりします。だからブーブレーは甘口から辛口、スパークリングまでいろいろ作れるんですね。うん。そんなブーブレーのことを考えながら食べるとよりタルトタタンも美味しくなります。